人に指さすなって習ってねえのか。ああ見ろ、お宝あそこだ。隙をついて取ってやろうぜ。奴を攻撃してチャンスを伺うぞ。あの中のやつ食ったからか。無駄だ無駄だ。回復、何年前でも生きちゃうよ。トロフィーあのまんまにしてたらこっちが持たねえぜ。やめろって言われると逆にやりたくなるんだよね。ベルトだ。こっちも本気でやってやる。俺様は王だ。俺様が王じゃなかったら誰が王なんだ。力ずくじゃ拉致が開かないぜ。どうする。なるほど、ならばプラン B で行くか。見ろ、あのテラスのとこだ。鴨志田の気を引いてるうちに誰かをあそこまで行かせるんだ。鴨志田に気づかれないようにお宝を取っちまおうぜ。いいじゃない、運動神経抜群なんでしょ。昔からそうだ。ハイエナどもが機械という名の押し付けばかり。そいつらの分までやってやってるんだ。見返りを求めて何が悪い。言い訳かよ。お前のその歪んだ心。怖い。今あんたは志保と同じ景色を見てるんだよ。きっと志保も怖かった。でも飛び降りるしかなかった。あんたはどうするの。飛び降りる、それともここで死んでみる。
一思いにとどめ刺しちまうか。まあ任すぜ。やめてくれ、頼む、やめてくれ。みんなあんたにそう言ったんじゃないの。けどあんたは平気で奪ってたんだ。わかった、俺の負けだ。とどめを刺せよ。そうすれば現実の俺にもとどめを刺せる。勝ったお前らにはその資格がある。あ、廃人になられたら罪が証明できなくなる。アンドノは優しいな。俺は負けた。負けたら終わりだ。これからどうすればいいんだ。分かった、俺は現実の俺の中に帰ろう。おいおい、長話してる暇はないぜ。ここはすぐに崩壊する。見てみろ。目的地が消去されました。本当だ、行けなくなってる。お宝は？なんだそりゃ。メダル？え、あの王冠は？どうなってんだ。鴨志田にとっての欲望の源がそれだったってことだ。奴の中じゃこのメダルがパレスで見た王冠くらいの価値ってことだろう。これオリンピックのだろう。あの変態野郎、過去の栄光ってのにしがみついてただけってことか。でもこれで鴨志田の心変わったかもなんだよね。多分こっちは退学かかってんだぞ。我が輩にとっても初めての成功例だ。でも鴨志田の人格に相当な影響を与えたのは間違いない。パレス丸ごと消えてなくなったんだからな。ああ、モヤモヤしやがるぜ。今すぐ確かめらんねえの。そうだね、しかし揃ってしけ。実感ねえからな。多分鴨志田の社鴨志田すけど、あの時だけは。お前らのおかげで救われた奴が必ずいるはずだ。モルガナ、とにかく待つか。鴨志田の野郎がどうなるのか。マジで退学なのとか。だな、じゃあ帰るか。はい。
まだ雨が出たぞ。くそ、わしはあのまだらめだぞ。古典を開けば満員御礼のまだらめだぞ。貴様らのような無価値なガキが逆らっていい存在ではないのだ。まだ言うか。ならば遠慮は無用だ。やってやろう、ジョーカー。やってやる。芸術など誰も望まんのだ。欲しいのは分かりやすいブランドだけ。わしだって被害者なんだよ。そうだろう。言い訳かよ。美術界は所詮金の世界。金なしではのし上がれない。なあユウスケ、お前なら分かるだろう。金のない画家は惨めだぞ。もう戻りたくなかっただけなんだよ。外道か芸術の世界を語るな。お前はもう終わりだ、このおぞましい世界と共にな。助けてくれ。命だけは。現実の自分に帰ってこれまでの罪を告白しろ。すべてだ。殺さんのか。約束しよう。わかった、わかったから。あやつは来ないのか、あの黒い仮面の。ん？もうそんな小細工する気力は残っとらん。黒い仮面？誰？まさかパレスに我が輩たち以外の侵入者がいたってのか？ダメだ、急げ！乗れ！なあ、ユウスケ、わしはどうしたら。優秀の美くらい、せめて自分の作品で飾れ。ユウスケ！おい、待ってくれ。なあ、ユウスケ、ユウスケ！目的地が消去されました。あ、作戦は一応成功か。あとは改心が起こるか。逃げーし。さゆり、母さんとかってこんな場所で泣き出すんじゃねえぞ。まだらめの歪んだ欲望の正体がこの絵だったなんてな。これを描いた母さんが知る由もないのがせめてもの救いだ。アトリエにある本当の本物は塗りつぶされちまってるわけだもんな。皮肉だが、今やこっちが真実の自画像ってわけだ。すっごくいい絵だね。それに
時間はかかっちゃったけど、ちゃんとユウスケに届いた。感謝している。だけど今さらこの絵が認められることは世間的にもありえない。そうかもな。この母の表情、名声など欲していたはずもないか。これが母さん。顔なんてはっきりとは覚えてないはずなんだが、この絵を見た時の衝動、間違いじゃなかった。ゲープ、やめろっつーの。品性がないぜ。リスカ、罪だよな。世間知らずで無鉄砲、自分のバカさ加減もわからねえ。そんな奴ら搾取しなきゃもったいねえだろう。そんな、そこか。ハハハ、ガキども、とことんやる気ってわけだな。なあ、もうシャレで済まねえからな。許してもらえるなんて思うなよ。それはこっちのセリフ。あなたこそ覚悟してもらう。やれよ。っわーく、追い詰めろジョーカー。くっそ、ガキども、容赦なしだ。このまま仕留めよう。ち、なんだよ、思ったより仕上がってんじゃねえか。ならこっちもあれを出すしかねえな。負け惜しみよう。そいつはどうかな。さあ出撃だぜ、俺の守護神なら。敵はあの巨体よ。体力が減ったところを狙われたらひとたまりもない。ヘルスだ。よし、ヘルスだ。くらいなよ。どうしてくれるのかね。くらいなさい。あなたはもう散る運命。変形した。まさか転がって体当たりしてくる気か。
とな。くらえ。誰にも渡したくねえよ、俺の金。善良な人たちから奪ったお金でしょ。借金はチャラにしてやる。だからしてやるって、ずいぶん上からだな。貧乏で不細工でバカでよ、そんな俺にどうやってまともに生きろってんだ。社会が悪いんだろう。立場の弱い奴はどうしたって幸せになれない。俺だって被害者なんだよ。そうだ、悪いのは世の中だ。返す返す、痛々しいな。居場所が欲しかったんだ、わかるだろう。何が居場所よ。あんたが楽して儲けるために利用できる奴らを集めただけじゃない。レッテルに苦しんでんのが世界でてめえだけとでも思ってんのか。俺だってこいつらだってみんな戦ってんだけど、安心なさい。やっと居場所ができるわよ。一生かけた償いの舞台がね。お前のその歪んだ心、俺らが何とかしてやるよ。ゼロ円でな。分かればいい。さっさと現実の金城の元へ帰る。たくよ、お前ら容量悪いぜ。そんなすげえ力、パレスを利用すりゃ金儲けなんてし放題だろ。人の心好きにできんだぞ。てめえと一緒にすんじゃねえ。その青臭い正義やってるやつが、もう推しパレスを使って、そいつは現実で、それは、いや出くわさないように。考えるのは後だ。せっかくならって、にゃん、ことかわ、どうなってるの。超気持ちいい、いいな、いいな、ヒューマンっていいな。キラキラや。ボボ。生き物投げんじゃねえよ。いいから2台早く。いいぜ。くそ。で道ねえし。大丈夫か？割れてないか？割れてない。割れてるでしょ。もうそうじゃなくて、だいたい生きてか、ちょ怪我に、いや、あのアタッシュ、あれがちげえ、おたか信号どこで開け、カラオケか、俺、あ、ちょうど手当て、あっち、妙に落ち、何か分かっ、
ここは私の心の世界だ。自分の心の歪みの一部くらいハックできる。バリスタがこれで撃ち落とせ。そっからボコボコにするぞ。なるほどな、やってやるぜ。私が撃っていいよね。私が撃つのね。よし、バリスタから走れ。メルトナの弱さが生んだ化け物。みんなどんどんやっちまえ。すげえ、お前マジすげえ。
おお、なんじゃこりゃ。すげえ、ピッチピチだな。また出た。お母さん。え？双葉、本当の私のこと思い出してくれてありがとう。わがまま言ってごめんなさい。お母さん、こっちに来てはダメ。あなたの居場所はここじゃないでしょ。せっかく会えたのに。またわがまま。あの、私お母さん大好き。私もよ、双葉。ほらほらほら、行きなさい。メジエドだったな。どこ行くの？帰る。ナビの使い方分かったし。え？あ、うん。帰っちゃった。マイペースなやつだ。お前が言うな。けど、彼女のスキルがあれば。お宝は？おっと、忘れるとこだったぜ。空っぽ？あ、どうなってんだ。あんじゃねえのかよ。ここのお宝は双葉自身だ。双葉が出てったのにあるわけない。やばい、やばいって。何がどうしたんだ。本人がパレスに乗り込んできた挙句、ペルソナを覚醒したんだ。いつ崩壊してもおかしくないぞ。これパレスが消えるなら目的は達成よ。早く逃げましょう。それが良さそう。生きてるか。死ぬかと思った。っていつまでくっついてんの。あ、ごめん。またも。なんだ今の音。ん？あ、いや、そういや、双葉がどうか。あ、いや、そうだ、別に喉、うん、あ、そうだ、思い出した。ちょっと私用事。私たちは双葉、聞こえる？返事してよ。もしかして私たちのせい？私たちがお母さんの怪物を。いや、あれは双葉倒したところで記憶をなく。どうしよう。そういえば、本当？往診なんて高くつくわよ。おいくらくらい？冗談よ。あの、容体は？
脈も呼吸も体温も血圧も全て正常。原因はわからないけど、軽い昏迷状態になっているようね。ただこの子、そうか、イレギュラーが重なりすぎたのか。さすがに黙ってら、正体バレ。でも、やっぱり話すべき。こうなった以上分かってるだろうが。おい双葉、おい、もう、ああ参ったな。あの双葉のことな。うん、双葉ちゃんの。ああこれか、たまにこうなる。え、体力を使い果たしたんだろう。あんまり動かない。なん、一度こうなったら双葉は当分自宅で寝かせて。なんだろう。ああ無事だったのは。あ、起きた。メジエド、うん、疲れた。ちょっと寝る。寝た。ちょっとって、叩き起こす。どうしたの。今さら別復活を待っ。お父様、観念してください。観念だと。そういうことは我が社の精鋭を下してから言え。敵、まだ来るの。行け社員ども、私の勝利の礎となれ。拙者たちが壁になってる。全部倒してあいつを直接攻撃するんだ。そこか。来い社員ども。まだいるの。全てをマンパワーで解決する。それが我が社の強みなのだ。他人を犠牲にした幸せなんて。またカウントダウンが始まった。始まりに奴を叩け。仕事の時間だぞ。勝利の道が見えた。バトンタッチで攻撃役を変えて。残った敵の弱点は分かって、強い相手よ。弱点の電動属性を狙って。やれ、まだ終わらないぞ。かき乱せ、あっさらせ。弱点をつける手はある。攻撃役をバトンタッチして、あっさらせ。強敵だけど隔熱弱点、うまくついていきましょう。私よりあんたがやるわ。いけない。次ベルトラタケレアナト。仕事の時間だぞ。君だってあった。
をついていきましょう。社員どもでは役者不足か。専務、来い専務。仕事の時間だぞ。さあ専務、私の右腕としての役目を果たせ。奥村フーズ永遠の繁栄のためにな。向こうの方が戦力が上よ。無理はしないで。ペルソナー食らいなよ。ペルソナー食らいなさい。されてしまったのですね。決着をつけましょう、ジョーカー。ディスフリード奪え。所詮敗北者の血筋か。彼との縁談は私から断りを入れる。もう奥村フーズは終わりかもしれない。申し訳ない、ハル。お父様。精神暴走事件と廃人か。お前の仕業なんだろ。確かに私は会社を成長させるために、商売敵を潰すために多額の金を払ってきた。やったのかどうかって聞いてんだ。私はやってない。契約があり排除を依頼しただけだ。依頼？じゃあやはり想像してたような悪党が本当にいるってことか。やっぱり。誰とどんな契約です？泣いてねえで話してくれって。くそ、こんな時に。仕方ない、こんなところで命は捨てら。見ろあれだ。お宝。あれ？最後に押し、その悪党。もう現実世界。アーサー、お父様はつ心配ない。グズグズしてると我が輩たちの方がおたぶつだぜ。自分の責任は自分にしか果たせない。お父様が教えてくれたことです。
間に合うか。無理っぽいっていうか無理。モナ頼んだ。仕事したぜ。そういやモルガナ、お宝取るとき普通だったね。そうだった？廃人化の真相は分からずじまいだったな。奥村は犯けど、うん、かこれ？お宝の正体ってプラモ？どうしたの？お父様、あんな風になる前に話してくれたことがあるの。子供の頃、どうしても欲しかったプラモデルがあったって。でも、おじい様にねだっても、結局買ってもらえなかったらしくて。プラモとか1000個くらい買えそうじゃん。は奥村フーズは3代続いてるんだけど、おじい様の代までは本当に小さな会社で、おまけにおじい様、かなりの人情経営だったの。知り合いにも無担保でお金を貸したり。お父様が子供の頃はよく家に借金取りが来てたみたい。その反動か、奥村が他人を犠牲にしてでも自分の幸せを追求し続けたのは。うわぁ、プラモやばい。これはいい。プラスチックにどんだけ金出すわけ？ところで近い。まあ今は奥村が改心するまでの様子。奥村が改心すればきっと廃人化の犯人。よし行くぞ。ヘルソン、この状況は食らえ。ガッサカンね、食らいなよ。ベルトラ容赦しない。正々堂々行きましょう。なんだ？さあ、このルーレットでお互いの命運をかけた勝負をしましょう。もちろん暴力行為は禁止よ。ルールは守ってもらうわ。だから今さらルールなんて従うわけないだろう。構わないわよ。そういう人にはペナルティを受けてもらうだけだもの。ルーレットしないとペナルティが出る。そうする。よし、ベルトだ。それにはボールがどのポケットに落ちるか予想してもらう。さあ、一度目の勝負の時間よ。どこにかけるか。十中八九イカ様だろうが、奴にそれを言っても聞き入れないだろう。ここは素直に従って、まずはイカ様の証拠をつかむことにしないか。僕もそう思うよ。
どうかける。選んだなら結果を見てみましょう。やはり負けてしまったか。何か分かったか、ジョ。本当か。なるほどな。確かにボールが一瞬浮いたような動きをしていた。舐めた真似を。なら言い逃れできないよ。イカ様の瞬間を抑えてやれ。ガラスで蓋をされたらポケットを狙撃するんだ。誰に狙撃させるか。様を止めないと。私ならいつでもいけるよ。この銃でもなるべく狙撃か。うん、頑張って。この銃でもなるべく近づけば。よし、実行する。正々堂々行きましょう。スクリーンの映像がか毎回かけ狙撃地点に到着。あとは次のルーレットを待つだけだな。さあ、ベッドの時間よ。さあ、どうかけるの。今度こそ予想が当たるといいわね。
あなたたちだってそうでしょ。目的のために他人の心を操作してるじゃない。それは自分のためじゃない、困っている誰かを助けるためよ。私は勝つんだ。お前、証拠りもなく。純粋な運の勝負でも私は負けることはない。そう、もうイカサマっちょうか。こいつはチャンスかもな。ルーレットで勝てば戦いが有利になるぜ。テルスマン、よし。テルスマン、いけ。テルスマン、これでどう。この技、早く使いたいものだな。乾杯ね。お姉ちゃん！シャドウにそこまで。黙って。すまない。俺らお宝探してくるわ。まこと、法で裁けない悪を明るみに出して断罪すること、それは間違ってないと思う。怪盗団だってそういう意思で動いてる。でも手柄のために強引な捜査をしたり、真実をねじ曲げようとしたり。ねえ、検事になるって決めた時の気持ち思い出して。それがお姉ちゃんの正義でしょ。私の正義、思い出して昔のお姉ちゃんを。私は新島さんもお父様もそう。何がきっかけで変わっちゃうの。確かに欲望が原因といっても、歪んで偏った思考に陥るなんて、本人の知らない原因でもあるのか。あったぞ。これで捜査が正しく動く。君たちの容疑も晴れるだろう。
君との取引、いい経験になったよ。よし。探偵の僕がまさか怪盗なんてね。そうだね。そして君たちは怪盗から足を洗う、そういう約束のはずだよ。忘れないでね。長居は無用だぜ。平気か？大丈夫、行こう。あ、敵の反応、いつの間に外に集まってきて。マジか、どうなってやがる。なんて数だ。ヤバくない？主も倒してお宝まで取ったのに、シャドウたちのざわつきが収まらない。どうなってる、何か起きてんのか。まだ来る、放っておくと危険だ。ん？とにかく動くぞ。すぐに黒服がなだれ込んでくる。囲まれたら終わりだ。この人数で固まってたらすぐ見つかっちゃう。別れて逃げないと。でもそうなるとおとり役が必要に。ダメ、危険すぎる。ジョーカー、あなたまさか一人でおとりをやる気？よせよクイーン、こいつ無口だけど一度言ったら聞かねえんだ。死なねえだろお前なら。無茶しないでね。帰ってこなかったら許さない。我が輩との取引の途中だからな。さっきより集まってきてる。まさに後ろ髪引かれる思い。急いだ方が良さそうだ。また後で。久しぶりだね。てめえは！なんでここに？まったく、僕を騙すとは恐れ入った。甘く見ていたよ。本当に面白いやつだよ、君は。口数は少ないけど、行動力も度胸もある。こんな立場じゃなきゃ、いいライバル同士になれたのかもね。君、最高だね。君は今までの自分とか人間関係とかそういうものにとらわれない。いつだって心が自由だ。僕とは反対なんで、あと数年早く出会わなかったんだろうね。よし。明智、あんた。でもたらればの話してもしょうがないよな。現実はそうはならなかったんだからさ。あなたどうしてシドウなんかに協力してるの？パレスの景色を見たでしょ。あいつの本性は。協力？何言ってんだよ。俺にはこんな国どうでもいい。全てはシドウ正義に、父に、この俺を認めさせ復讐するためだ。指導か、父親。前に教えてやったろ。俺の母親は悪い男の愛人だったって。つまり隠し子さ。
あの男にとって俺は存在自体が醜聞。母も俺を産んだせいで不幸になって死んだ。生まれることを望まれなかった子供ってわけさ。そんな、恨み抜いたよ。けど奴は当時もう与党の都議様で、子供じゃどうしようもなかった。けどさそんな時だ、しちまったんだよ。認知の異世界ってやつをさ、神様だか悪魔だかがチャンスをくれたんだ。笑いが止まらなかったね。てめえ、別にいいだろ。どうせ奴ら自身だって薄汚い食うか食われるかをやってんだ。そんな害悪を処理してやったのさ。怪盗団と何が違う？人殺しと一緒にするな！それがどうした？やっと手が届くんだよ、あいつに。指導正義に。あいつが権力の頂点を極め、俺を必要な右腕だと認めたその時に、耳元で囁いてやるんだよ、俺が誰なのかをな。その時初めて、存在自体が醜聞だった俺が奴を支配する、奴を超えるんだ。歪んでいるな、哀れなほどに。あと数週間で全てが実るはずだった。それをお前らが。だがまだ取り返せる。お前ら全員の首があればな。そんなことのために首はやらねえよ。大層なこと言ってるが、要はガキがダダこねてるだけだぜ。この俺に意見すんなよ、カスどもが。指導正義は俺が責任持って生き地獄に突き落としてやるよ。だからジョーカー、お前は安心して行くがいい。悪いな、そっちの意思は聞いてない。ずいぶん余裕ぶっこいてるか調子乗んなよ。こっちはてめえと組んだことがあんだ。手の内なんてほとんど知ってんだぜ。まったく、そのバカさ加減でジョーカーの仲間が務まってるとはな。ああ、ハッタリかましてんじゃ。いいえ、ハッタリじゃない。彼が本当に廃人化や一連の事件の犯人なら、私たちに見せた力だけじゃ辻褄が合わない。俺の本当の力、殺しがてらレクチャーしてやるよ。メイドの土産だ。奴らを殺せ。誰にも邪魔はさせない。騒がれてる事件は廃人化だけじゃない。人が突然理由もなく事故や不祥事を起こす人間の暴走。真犯人は心を暴走させる力も持っていないと説明がつかない。そうさ、俺のはお前らにはない、俺だけの力だ。こいつなんかやってくる気。答えを見せようじゃないか、ベルトナー。
ットじゃない、別のペルソナ。ちっぽけな存在でも心のカセが外れると桁違いの力を得ることがある。侮らないことだね。うちのやつ何した？敵の戦闘力が上昇してるぞ。あの黒い敵強化状態だよ、気をつけて。まずはお見事。今の暴走、人間相手にホイホイ使ったってのか。こいつイカれてる。まあさすがに今ので倒せるとは思ってない。何しろ一度は騙されて仕留め損なった相手だ。直接この手でぶち殺すに決まってんだろ。いよいよ来るぜ、気合い入れてな。ペルソナ！いけ！ここはペルソナで！ペルソナ！と！まいったな。本当の実力見せてなかったのだ。なめるな！仕留めろ、ペルソナ！なに？ここは通さない。そい。出したかね？これで。いいぜ、見せてやるよ、本当の俺をさ。来い、ロキー！まただ、あのペルソナ。これは？くだらねえ、くだらねえな。正義だろ、仲間だろ、目障りなんだよ、どいつもこいつも。二つの力を使い分けるだと、なんてやった。姿さえ嘘だったってのか。ぶっ壊してやるよ、壊れちまえよ、俺と一緒にさ。嘘だ。やろう、てめえを暴走させやがった。さあ、仲間の目の前で一人一人死んでいけよ。ダメだ、もう正常じゃない、来るぞ。死ねえ。社会のゴミの分際で。殺す、壊す、ねじ伏せる。仲間なんてカスの集まりなんだよ。
あいつのシンペルサの能力を踏め。みんな警戒して。ペルソナー、これだ。ペルソナ、はい。ペルソナー、どうしたしねえぞ。もういいだろ。わかってる、懲りたよ。いいよな、仲間に囲まれて認められてさ。しかも指導が罪を告白したら、お前らは英雄だ。俺は過去の推理が自作自演とバレて、名声も信用も全部消えてなくなる。なるほどな。自分で暴走させたターゲットの事件を自分で解決させてたってことか。それも指導と手を組んでな。結局特別な存在になんて十分すぎるくらい特別だろうが。悔しいけど、知恵も力も私たちの誰より優れてる。あなたに勝てたのも全員で挑んだから。私はあなたの才能が羨ましかった。お姉ちゃんに信頼されてるのが悔しかった。お父様のことを許すつもりはないけれど、あなたのことをわからないわけじゃない。奪っていった大人を見返したいっていう気持ちだが、いざ叶える力を得たとき、お前は自分のためだけに使った。つーか、一人で複数ペルソナとか、お前多分ジョーカーと同じ才能もあったんじゃね。なのに人生ソロプレイだったから、目覚めた力は自前の嘘と恨みのたった2個だけ。でもそれで十分って思ってたんだろ。そいつが多分全てで勝るお前に唯一なかったものだ。よし、戻って予告状だな。俺たちは指導をぶっ倒す。お前これからどうすんの？邪魔されんのは困るし、いっそのこと一緒にけじめつけに行く？バカなのか。邪魔が嫌なら俺を始末すべきだろ。理解を超えてるよ、お前らは。
ケチ。もう一人だと。シド。お前ら。シッ、まあ。何？散々こ、まさか。ああ、船長から。てめ。前から疑問。お前がその係。同じか。そうとも、けど俺。認められたかったんだろう。愛されたかったんだろう。お前はさ。てめえ。これが、シドウが考えてる明智五郎。ひどい。今からでも遅くない。たとえ実の親でも。ごちゃごちゃうるさ。しまった。なんなら誰か身代わりをし、誰かのため。ああ、俺と同じだな。俺も船長のため。人殺しを手伝わせ。そうだ。そう、それ。消えるのは。死ぬ気か。やっぱりバカはお前らだ。見捨てていけばよかったのに。こいつら相手に今の俺を抱えてちゃ全滅だろうが。明智くん、代わりに取引だ。まさか断ったりしない。お前、指導開始さ、頼む。我はなん気づき。よし。最後の相手が人形だった俺自身か。悪くない。明智くん、モナ、開ける方法。反応がもうない。雑魚どもの分しか感じない。そんな、やるぞお前ら。これ以上指導絶対。てめえ、貴様ら一体どこで力を手に入れた。まあいい、文句があるなら聞いてやる。お前、明智を利用した挙句何をした。あいつはお前の実の息子だったんだぞ。そんなところだろうとは思っていた。あの女の面影があったからな。奴が近づいた理由も察しがついてる。私をはめるつもりだったんだろ。頭は切れるが所詮はガキだよ。適当に褒めて手なずければ自在に戻る。私が総理に就任したら即刻消すつもりでいた。なんだと。あいつは私の過去を知っているんだ。生かしておくわけはなかろうが。しかしさすが自作自演の名探偵様だな。ずっとそばにいた私の考えも見抜けんとは。自滅してくれて手間が省けたがね。ひどい。
お母さんの研究を奪って命まで奪った。自分の利益のために好き放題して人を何だと思っているの。私のお父様まで絶対に許さない。改革に犠牲はつきものだ。愚か者は優秀な人間に委ねていればいい。この私が導いてやるよ。てめえのどこが優秀なんだよ。明智の助けがなかったらここまで来れなかったくせに。明智が現れたのも神が私に期待してるからだ。私だから明智のあの力も有用に使えたんだ。貴様らのやってきた改心とやら大衆を熱狂させ暴走させただけではないか。何を勝手な。真っ当なやり方じゃ勝てない負け犬が汚い手を使ってのし上がっただけだろう。あなたなんかに人の上に立つ原種の資格はない。人々を道具のように扱い罪の階段を登って成り上がった犯罪者が。一握りの犠牲者の命と国家そのものの命比べるまでもなかろう。己の幸福以外は自己責任という名の他力本願。そんな愚民どもの願いを叶えてやるんだ。それが神に選ばれたこの私にしかなせない世直しだ。自分以外の人をそんな風に見下すなんて。子供に殺人を命じる指導者なんて絶対認めない。国のためとか言って全部自分のために決まってる。そんなの誰も望んでない。望んでいない。ならばなぜ私は選ばれた。なぜ私に総理の椅子が明け渡された。今や誰もが地道な努力を否定し抜け駆けや一攫千金ばかり闇雲に追いかけている。だから私が最強国家を樹立してやるんだよ。誰にもひれ伏さず揺るぎない最強国家だ。何が最強国家だ。犯罪者がつける犯罪国家の間違いだろ。貴様を放っておくわけにはいかないな。日本の恥さらしだ。その狂った心奪い取ってやる。私に従わぬ反逆者は排除しなければならない。しかし能力のある者を殺すのは惜しい。明智もいなくなってしまったからだ。最後に生か死か選ばせてやる。その力私の世直しのために捧げろ。金でも地位でも好きなものをくれてやる。お前なんかに従うわけないだろ。何度聞いても答えは変わらないから。仕事を始めるぞ。行くぞジョーカー。もう少し考える頭があるかと思ったが、愚民は愚民か。なら残念だが諸君を排除するしかない。取るに足らん小さなほころびだが、そんな甘さで大国すらも滅びる。私はそういうミスは犯さない。いつの間に。
く暴れたあの愚足と同じには考えんことだ。お前、さあ速やかに死にたまえ。うちのリーダーが世話になった礼だ。このゲーム、私がもらう。何この力。気をつけて、あのムキムキはハッタリじゃないよ。そんな、ふん、これでペルソナ。はい、ペルソナ。どう？おしゃし。ペルソナ。くらえ。くらいなよ。ペルソナ。これでどう？底辺のガキごときに。今だ、お宝を奪うぞ。つもりじゃないだろうな。大人社会を支配するエリート中のエリートの力、クソガキどもに振るうのは尺ではあるが、とことん教え込んでやる。まだ来んの？死ね。やってやる。よし。ペルソナ。はい。ペルソナ。やるわ。さすがジョーカー、神一重だ。甘いな。奪え。多くの人を廃人化させた罪、生きて償ってもらわないとね。落ちる前にうちのリーダーに何か言うことあんだろ。ああ、認めよう。お前に罪を着せたよ。保身のためになすりつけたんだ。すまなかったな。誰かにすまないなんて気持ちを抱くのは随分と久しいかもしれん。
それもいいかもしれんな。破れるか、この私が。先生、まさかやられたのか。おい、冗談だぞ、おい。一番足早いくせに。これがお宝。議員バッジだね。って爆発しすぎじゃね？普通に消えろっての。んだよ、死んだんだよね。は？爆発で吹っ飛んで気づいたら芝生で寝てって。つか生きてね。何？
お前泣き顔イケてねー。あんたのせいだっての。心配したんだから。くんの問題児。つかさっきから何。待てってな。ほら俺死ぬとこだったっぽいし。嘘だよ。小腹が空いたな。どこか寄って帰ろうよ。じゃあフォアグラのソテー。今は現実だよ。よーし。人間ごときがまたしても反対ようか。対抗の牢獄を拒んだ反逆者だよ。そっちこそお宝が神様気取ってないで黙って壊されなさい。愚かな。まだ分からんか。貴様らの行動は救いになどならぬ。なぜ我が聖杯でありながら神だと思う。どういう意味。選ばずとも良い自由、考えずとも良い自由だが、皆が誰かに肩代わりをさせた気でおれば、実際は誰もしておらぬのが当然の道理。そこに広がる巨大な歪みを誰が引き受ける。その答えがあなただというの。いかにか。つまりは人間自身が聖杯に支配する神であれと望んだのか。それを拒み続けるならば、もはやこの世に貴様らの居場所などないものと心得よ。だからどうした。あくまで抗うのか。誰からの称賛も得られぬとしても。周りの方がどう思うかに縛られるのはずいぶん前にやめました。そういうこと。従わぬというなら今一度受けるがよい。我が秩序を乱す賊どもに裁きの鉄槌を。何に手を出そうというのか。我は大衆の願いを叶うる者、大衆の願いの声を。恐れるがよい。まずはあの輸血のチューブみたいな補給線をなんとかするぞ。ただし相手もそこは分かってる。真正面からやっても邪魔される。誰か一人切るためだけに送り込まないと無理だ。そいつが切ってる間邪魔されないように残ったメンバーは攻撃して注意を引いてな。
補給線を切るのが最優先ね。私が行くのね。任せて。うん、私が行くのね。私なら OK だよ。私が行くのね。うん、私が行く。うん、任せて。ここはペルソナです。これでどう？統制こそは大衆の幸福、それを分からぬ武者には滅びを与えねばならぬ。気づかれてないみたい。順調順調。大衆は無尽蔵にいる。その願いと力が我を永遠にする。残念、それはなさそうね。切るよ。囚人どもの力が流れ込んでこん。反逆者どもめ。回復手段は潰したな。あとは真っ向勝負だ。やれ。はい。断罪の時である。敵が力を貯めてる。必殺の一撃が来るぞ。くらえ。やめよ、人の子。ペルソナ。
ついにやったか。どう？目標沈黙したけど。もしかしなくてもやべえだろこれ。これはどうなってる。できレースだったじゃねえか。愚かな大衆は強い人間を受け入れ、怠惰な思考をまき散らし世界を退化させていく。人間に任せておいては緩やかに破滅するのに、もはや公正などとは生ぬるい。彼らは悪人なわけじゃない。そう、彼らの多くは善良な市民。しかし彼らは目の前の一本道を行くしか能がない。なぜなら悩むこと、選択することは苦痛が伴うから。道の先が破滅の崖だとしても考えず進むだけ。そんなものは理性なき獣の群れと同じ。てめえで勝手に理想を押し付けて勝手に失望してるだけだろ。思い込み激しいな。人間のためというのなら人間に倒されるのもまた本能では。我は世界を支配し統制する存在。世界の未来は我の采配次第。歯向かう者は天よりの刑罰を下す。違いすぎる。こんな奴に勝てるのか。最高の展開じゃねえか。本気出してきた神が相手なんだぜ。これ以上の大物がいるかよ。まったく、いくらなんでも大物すぎるのよ。気合で涙。みんなと一緒ならできる。当然。神を倒して優秀の美化、芸術だな。要はぶっ倒しちゃいいんだよな。まったく、最高にバカな連中だぜ。お前たちと組めて我が輩幸せだったよ。我が輩たちの未来、そしてこの世界、取り返してやろうぜ。許容もなく慈悲もない。我が統制に歯向かう反逆者よ、破滅せよ。こいつは全てが元凶だけど、みんながいる。絶対倒す。
小賢しい。これでやめよう、愚か者。これでどう？ありがとう、ありがとうね。我は解き放つ色欲の大罪よ、人間よ、お前に逃れる術はない。人類が与えた狂気が破滅を呼ぶのだ。腕が生えた？ありゃ、銃を持ってんのか？これは罰である。なんだこの攻撃は。人類が称えた大罪？どういう効果か分かるまで警戒を怠るなよ。色欲に支配されてる。うまく動けなくなるかも。よし、色欲に支配されてる。集中して、妄想で動けなくなる。これだ。色欲に支配されてる。うまく動けなくなるかも。やるわ。また会えた。持ってるのは金か。死が貴様らを捕らえよう。違う攻撃をしてきやがった。しかもまた大罪って。色欲に支配されてる。集中して、妄想で動けなくなる。小賢しい。くらいなよ。やめよう、愚か者。暴食の大罪よ、人間よ、お前に逃れる術はない。人類が称えた我欲が破滅を呼ぶのだ。今度は剣か。あれに切られたらヤバそうだな。断罪する。また違う攻撃か。今後も違う攻撃。ペルソナ使うなら気をつけろ。いつもより消費が大きくなってるぞ。これで。ペルソナ使うなら気をつけろ。いつもより消費が大きくなってるぞ。我は解き放つ憤怒の大罪よ、人間よ、人。
本を持ってるぞ。刑を与えるくらえ。これもまた私。無意識の深淵が破滅を求める人間よ、何時その罰に、そして破滅の門をくぐるがいい。え、すごいエネルギー、なんかとんでもないのが来る。敵が力を貯めてる。そこか。必殺の一撃が来るぞ。抗う力。やったのか。いや、まだっぽい。我が統制は破滅になど屈せぬ。我が統制はこの世界の真理なり。こいつ、強え。神だって言うなら、人間を理想に導けよ。それができないから滅ぼすんだろ。自分の存在を誇示するために。だから監視してたんだろ。大衆の反応が気になって仕方なくてさ。そんなとこだろうな。何百年生きてんのか知らねえけど、極めつけの老害だな。どこにもいるよね、こういうの。たわごと。何これ。くそ、見えねえ。そんなにこの世界から消したいの。みんな、世界に見捨てられた汝らに、もはや居場所はいずこにもなし。やられるわけにはいかねえよ。私たちが負けたら世界が立たなきゃ。力が。私ももうここまでなの。統制には一かけらの不足も許されるぞ。やっぱ無理だったのかな。途中までは面白かったのに。神様と人間だもんね。聞こえるか、大衆の声が。神に背くなんじらを嘲笑っておるな。人間など欲望の塊でしかない。これでは世界など衰えるが道理。神に背いたる罪は重い。罰として永遠の痛みを味わうがよい。させない。希望の悪党を集めた従者か。そのような卑小なるもので我が企みを覆せるわけもない。
人間の希望だって欲望だ。そいつをなめんなよ。我が輩たち怪盗団は相手が誰だろうと屈しない。たった一人になっても立ち上がり、最後まで戦い抜く。そして絶対、絶対に世界を奪い取る。状況までなんとかできるのか。さすがに無理だよ、こんなの。やっちまえ怪盗団。なんだこいつ。今まであいつらがなんで体張ってきたと思ってんだ。いい加減目覚ませよ。いつまで逃げてるつもりなんだよ。怪盗団、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 怪盗団に惚れた口か。そうです。ひょっとしてあなたも。まあな。俺らだけじゃねえみてえだ。ここまで来て負けるとかなし、最後までやり遂げて。これでも期待したんだぜ。絶対勝てよ。応援すれば勝つならいくらだって応援するし、こんだけ人の心を掴んでんの、負けたら承知しない。私には分かります。あなたたちならどんな運命にも抗える。君たちは今まさに変革を起こしている。行け。前を向いて戦い続けるの。私もそう教わったから。ずっと応援してきたんだ。今までもこれからも。あなたたちこそ最後の希望。どうか。お前らのせいで俺まで諦め悪くなっちまったよ。立て、負けんじゃねえ。誰が何と言おうと俺はお前らを信じる。一撃怪盗団。頼んだわよ怪盗団。最後まで私は君たちを信じる。聞こえるだろう、お前がバカにしてきた人間の声が。お前の支配なんて誰も望んでないんだ。そうだろう。負けるな。期待させたんだから頑張れ。
なんで上からなんだよ。でも応援してくれてる。悪い気はしない。言われるまでもない。消えてなんてやらない。もう遠慮しないって決めたし。世界を創造するのは神だ。我が輩は決めたんだ。守りたいものを守るために正義や信念を貫く。モルガナ、お前たちもそうだぞ。世界を奪い取るって決めたなら最後の最後で曲げるなよ。一緒にあいつを倒そう。神様よ、愚かな人間が祈ってるぜ。この世界にてめえの居場所なんかねえってな。悪神に最後通告してやれ。そこねた。愚かな大衆の祈りなどいくら集まったとて。何？でかっ！こんな巨大な力、まさかペルソナなのか？ありえねえ。なんだあれ、あれも怪盗団の仕業なのか？マジすげえ。いいぞ怪盗団。愚かな、これだから人類は。退治してやるってわけか。トリックスターにふさわしい最高の始末だ。ジョーカー、我がハイラの力と人々の希望すべてを託すぜ。奪え、サタナイル。うせよ。
人々の願いを奪うのか。なんという力、この我は全ての大衆の願いより生まれた神を、これが真を取り消した。イゴールね、ざれ言ではなかったか。お宝じゃねえ。なあモナ、世話になったな。モナちゃん、モナ、人間には世界を変える力がある。今はほんの少し忘れてしまっているだけ。はい。お前たちのおかげで役目を果たせた。全部モルガナのおかげだったんだね。憧れの人間の役に立てたんだ。こんなに嬉しいこと他にあるかい。ここももうすぐ消える。帰るとするか。なんだこりゃ。これは雨が止んだ。見て。綺麗。本当。全部消えてく。異世界だけじゃない。全てが認知の産物なんだ。自由に作り直せるんだよ。君たちだって誰だって。お前モナちゃん、嘘でしょ。世界は生まれ変わるんだ。もう誰かのための牢獄じゃない。希望さえ抱ければ世界は光り輝く。待って、あなたはどうなるの。本当の世界なんてどこにもないんだ。一人一人が見て感じた世界、
それが世界のすべて。だからこそ世界は無限なんだ。目の前が閉ざされたって感じても、誰かと手をつなげば、絆でつながれば、世界に終わりなんてない。世界は君たちの中にあるんだ。